カレンさん、こんにちは。アカンですディステオで今日はですね、この勝率と使用率レポートを見ていきたいなと思います。ま、あこれはですね、使用率が20%以上で、かつ、勝率が56%以上だと、下方修正されるかもしれないよというものがありますので、その数値に注意し,してですね、まあ、見ていきたいなと思うんですけども、まずま、あグラスコードに関しては、音声フラン使用率高いですね。この子ずーっと上位じゃないですか。もう、なんか上位3位以内にもう1年ぐらい君臨してるような気はせんではないんですけど、1年は言い過ぎかな。ただとりあえずま、あこの子がずーっと使われてるっていう感じですね。まああの 初回のなんか始めたてのプレゼント券みたいなやつでもこの子選ぶことができるんでまあそれもまあ、結構使われてる理由に多いんじゃないかなと思うんですけどとりあえずまあこの子が使用率が27.5%とまあ3,4人に1人は使っていてで勝率が51.4%まあまあって感じですねこれ続いて聖夜エクセリアこの子最近めっちゃ増えてるようなほんまにもうなんでか全然わかれんねんけど、多分この子の対策であるねまあ、キアラがちょっと減ってきたクリスマスキアラがちょっと減ってきたっていう理由でまあの増えてきたんかなと思うんですけどまあ最近またねキアラが増えて でできてるるはあったりするんでまた減ってくるような気もせんでもないんですけどまあとりあえずまあ最近はねまあこのエクセリアリーダーにした温泉フランを中身に入れていたらですねこの温泉フランがハイジャンプスマッシュ出るっていう形になるんで結構相性良かったりするんでねまあこの編成がまた流行ってきてるとそれプラスまあセレナがいるんでねまあ,あのセレナフランエクセリアだったりとかセレナキアラフランとかまあそういう編成が結構まあ多いイメージはありますた多分だからキアのもおるんちゃうかなほらほらほら死亡率13.1%の死亡、まあ、率がセントで、えっと、ラインズマリーリカが死率十五 4.4%俺はあんまりね、あの、相手に来ることはないんですけども、割と使用率高めですね。グラスで4番目に高いと。で、続いて、この前、下方修正された花嫁ミクなんですけども、まあ、使用率はちょっと下がってですね、14.4%。で、勝率が56.8%っていうことで、まだまあ結構高めではあるんですけど、ま、あ前世紀と比べたらね、まあ、1一回60%とか言ってたから、それを考えると、まだマシかもしれないんですけど、まあどうなんかなって感じでもあるですよ、ありますよね。まあ、最近の下方修正結構控えめですから、 この花嫁ミクの1個前の加方修正って MVP セレナだっ,だったじゃないですか。まあ、あの子って普通に現役で使われてますから、なんかなんなら加方修正された方がなんかチケットもらえて得まであるような気はせんではないんですけど、まあ、割とあの、ま、新キャラ当てた人が加方修正されてもそんなに文句言われないような感じの調整に変わってきたあの印象はあります。ただま、使われてる側としたらなんかどうなんかなって感じは若干残るかもしれないですけど、まあ、そこは難しいですね。<laughs> なんかめっちゃ過方 どうしたら顔したらめっちゃ言われるし、あんま顔せんかったら、あのめっちゃ言われるし、ね、でもうどうしていいかわかんないと思うんですけど、まあとりあえずまあ中野美香今んとこまだ強いっていう感じになっていて。でまあラインズマミエが一番勝率高そうやね、これ。うん、うん。まあこの子が使用率十三点六パーセント、まあそんなにいないんですけど、まあ勝率が五十八点二パーセントっていうことで。まあ短期のことだけを考えれば、この子が一番強いって形にはなるんですけど、まあこのねセレナフランの組み合わせであったりとか、キアラとか使ってあげるとね。まあ結構このラインズマミエ倒していけたりはするんで、グラスコートに関しては割とバランス。 取れてるんじゃないいかなとなとんてので、まあ、割と大丈夫なんかなとは思っております。まあ他はエクセリア、アピス、アホン暇があ、本暇,本暇そんな勝率高くないねんで、ね、勝率9.1%の、まあ,あのコラボキャラやから勝率低いのはあれなんですけど、まあ、勝率が51.3%っていうことは割と控えめな数値であると。はい、ほんで続いてはハードコード。ハードコードやばいんじゃないですか <laughs> アイリス来えへんのかいマジかまあ、とりあえずまオ、あ、スクロールの使用率がなんか異常なくらい高いなぜこの子がこんな高いのか俺には全然理解できへんねんけどおる 一切当たらんねんけど <laughs>。灼熱コートでたまにハイジャンリリカしてる人が使ってるかなぐらいで。あんま見ないんすけど 24.。24.4%っていうことで。4人に1人は、ま、このオスクロを使っていて、ま、勝率はそんな高くないと48.6%っていうことですね。レート体が違うからとかそういうことなんからわからんけど。で、ま、黒の後継者の勝率がどんどん上がってきましたね。ま、やっぱりキャラプレとかで結構ゲットしたりしてたりとか。あと明日ですね、毎日20日間ログインしていたら、あの、キャラセレクトン券ゲットできることができるんで、それで黒の後継者をもらうっていう方で、 ったりとかスター回生のスピードのやつがもうすぐ走るっていう形になってるので、それで当てる方も、あの、いるかなと思いますので、さらに勝率上がるような気はするんですけど、その分、まあ、使い慣れてない人がね、結構使ってしまうんで、勝率が52.9%と結構低くなってる感じですね。やっぱり、まあ、この子はスイング以外広がらないっていうものがありますので、やっぱ、まあ,あ、ゲットした手やとね、どうしても勝率は下がってしまうっていうものになってるんじゃないかなと思います。なので、まあ、この子はあんま顔しでされへんのちゃうかなと僕は思うんですけど。では、続いてアイリスですね。この子が一番今、ハードコートで強いんじゃないですか。 まあ灼熱コートのやつ見ることができないんですけど灼熱でも結構強いけど灼熱に関して明日だとか春とかまあ春はハードにもおるんやけどまあそうなんなの結構やられたりはするからどうなんかなって感じはあるんですけどまあとりあえずまあこの子は使用率が19.8%ほぼ20%の勝率が58.7%思ったより低いですね俺の予想的にはもう60%は余裕で超えてくるかなと思っていたんですけどまあ意外とっていう感じでしたで続いてサイリンアナゼが16.7%以前よりはちょっと上がったんちゃうかなで勝率が51.4%まあまあ普通ぐらい ちょっっと強いいかなぐらいのキャラって感じですねまあストーム打てるっていうのとあとまあ体力からして異常な SS 回転率でまあどうにかするっていうのとあと祝福を持ってるんでたまに相手にねあの初期春来た時とかにつまへんようにまあこの子入れてあげるっていうのは結構良かったりしますでまあリリカとで今回の新キャラであるジャシン・ハルが勝率14.9%で勝率が53.3%まあこんな感じやったら多分上昇勢は来ないですねまあただまあこの子はほんまにエアモードの使い方が難しいだけでトップ層の人はめっちゃ使ってますここののを使ってこの愛 アイリスを対策してる人ってのは結構いるるるわけけですよあの一定ダメージを受けると雷が落ちるっていうものがあるんですけどそれでね空中無効ついてないこのアイリスに対して結構戦いやすかったりするんであとまあ前から SS 打てないっていうのもあるじゃないですかあの侵食ギミックのせいでねなのでまあ結構あの上手ければ春めっちゃ強いって感じにはなってるんですけどやっぱエアーモードのねあの難しさがあるんでこんな感じの勝率に落ち着いてるんじゃないかなと思いますでまあ最低車ラケットを持たしてかつ前のエンブレムつけたシャルロットとかやったら結構強かったりするっていうのと間、まあの道 地下が使用率率の勝率まあ、結構勝率高めではあるんやけどもまあ、あの顔修正されるほどではないよねっていう感じっすね <laughs> ちょっと待って <laughs> あの一気にしゃべりすぎて息なくなってるんやけどサンスが <laughs> でまあまた、あ、ルミア、まあ、ルミアはあ,のあれですね、まあ、勝率めっちゃ高いと思うんですよ59.1%っていうことで一番高いかなと思うんですけどなんでかっていうとまあ、このアイリス のためにして ss 回転率を上げるためにこの子を入れてみたり。やとか。あと、この花嫁イちこの ss 回転率を上げるために入れてみたりとかする。おかげで、まあこの子の勝率が一番高いものになっているとなるほどね。で。まあ、愛紗がまあそうやね。アイリスが出てから、ちょっと勝率が下がってしまったね。やっぱりまああの移動できないという効果つけられてしまうんで、ss 打ってから3。9巻ね。 なので、ちょっとだけ勝率は下がっているって感じで、まあ、ミュウエはめっちゃ減りましたね、もうほんまに。あの、一時期ミュウエめっちゃ強いやんってなってたんですけど、今でもまあ全然強,強いっちゃ強いんですけど、それ以上に強いキャラたちが複数体出たから、まあ結構下がったって感じですね。ほんで、ルチアも、まあ、 はじめの方はいたんやけど、最近俺は見いひんねんな。え、てか、黒か、え、黒か俺一番強いと思うねんけどさ。<laughs> この子使、使用率まあ、使うのが難しいっていうのがめちゃめちゃあるんでね。やっぱり、まあ、うまいとか使わないとって部分ではあるんですけども、まあ、あの、一応まあ、7.5%で、使率が53%。なるほど。使ってる人であっても、そんなに勝ててないっていう感じか。前にね、なんか、ポップコかなんかがね、使用率、めっちゃ低くて5%以下とかで、ね、勝率がなんか60、60%ぐらいになってるみたいなって、<laughs> まあ、うまいとしか使うてないや、みたいなレポートなん っったたたたことあありしたんででですすれ結構面白かったですよねで続いてクレーコートクレレーココーートト MVP <laughs> もう危ないお前使用 <laughs> 率20.7%の勝率が55.5%っていうことで、もう一回下方修正される勢いの勝率の上がり具合ですね。やっぱりまあこの子は全然強いですからね。まあいくらスタミナ消費、スペアシャルを売った時のスタミナ消費量を上げたとしてもドリンクがいっぱい落ちてくるんで、まああのなんていう需要と供給の度合いがこの子だけ異常なぐらいおかしいことになってるんでね。まあ空下放修正意味ないよ、ね みたいいなな数値を叩き出ししのもおかしくないですよねこれは近い将来また顔シェーされるような気はせんでもないんですけども <laughs>、え、えぐいっすね。なるほど。で、アスラは、まあ、えっ、ー、と、使用率が20.6%の勝率が53.5%。まあ、あこの子もジャシン・ハルと同じような感じの勝率になってるんからやっぱ、まあ、エアモードを使うのが難しいけど、使いこなせばめっちゃ強いって形にはなっているんで、まあ、ある程度の勝率は確保できていると。で、まあ、対決ルカが16.4%の勝率が53%。で、リルデットが16.1%で48.8%。まあ、あリルデッドは基本的には、あの、 ラインズマニオ対策ですねでまあ白が15%の、えっと、勝率が55.5%お結構高いやんあのあれと一緒に m v p セレナと同じ勝率してるやんけ <laughs> で、えっと、カルマが14%の51.4%、まあ、この子ねジュエル確定のキャラやったので、ね、もうちょっと勝率高くてもいいかなと思うんですけどまあこんな感じでティナとヨツバあ四ヨツバめっちゃ下がったなあ下がってはないんか使用率が下がったけど勝率はまあある程度まだ55.3%あるんでまあ結構あの得点はできてるっていう感じのキャラになっているのかあ出た 出た,出たほらラインズマンニオマジで強いよこの子さあの前の動画の時にまああのコメント欄で論争が起きとったんやけどラインズマンニオの対策誰でできるかみたいなまあとりあえずまあリルテットは確定なんですよで暦でできるっていうのはあるんですけど正直まあこのラインズマンニオのために暦を入れるってのはちょっと俺はあんま賛成できないかなと思うんであれなんですけどまあ他の機能であんま勝てないんでねなのであれなんですけどまあ一応あの暦でもいけるっていうのとあとまあカルマも割といけるみたいなことは言ってたんですけど俺は試してないんでわかんないんですけどまあそんなんかいたいとかとりあえずまあこの子来たら俺 俺はあんま勝てないんでね。ちょっとあんま使われてほしくないんですけど。まあ、でも、使用率が7.4%なんで、まあ、俺からしたら結構ラッキーって感じではあるんですけど、使ってる人は、使用率が結構高い感じですね。57%。ま、あこの子ね、キャラセレとかでもゲットすることができないんで、今持ってる方は超ラッキーっていう感じなんで、ぜひとも使ってみてください。で、ま、あこのクリスマスメイアがね、最近上位にと使ってたりはするんですけど、ま、使用率が5.8%で、勝率が51.4%っていう感じか。一回ダブルスだけサーっと見ていい。まあ、えっと、ま、あ全然俺ダブルスの環境とかわからんねんけど、 まあ、ラインンズマンミューエの使用率がえげつななないことになってるなほんでハードがリリカハルアイリスが結構多くてクレイがあ,あクレイはやっぱ分散なややっぱミカリーが、ね、なくなってからまあ、結構分散されてる感じにはなっているけどまあ、アスラが来てからちょっとアスラに偏ってるかな感はある感じですねということでまあ、どういう結果になるのでしょうかえっと ど,どこいったえっと基準値を上回ったキャラに関してさっき言ってた、まあ、使用率20%以上かつ勝率56%以上を上回るキャラとしてダブルスの中の一かが該当しましたあれえ嘘やん俺見てない <laughs> えっとダブルスの中の一かえっと0.9%の45.5えちょっと意味が分からへんねんけど前回の使用率レポートの時の話をしてるんからんか一回保留にしときますみたいに言ってたやつの顔シューズが今回行われるっていう感じかでえ,えっと えど、どこに書いてんの <laughs> 顔修正いたします。ああ、その内容に関しては後で教えると。で、ダブルスでの中野市家については、7月時点では特定キャラ、ラインズマン・ミュエとのペアが勝率を、あ、ごめんなさい。あれですね、グラスの市家のこと言ってましたね。ちょっと勘違いしてました。で、影響していると判断しておりました。その後の数値の推移をえっと注視しておりましたが、勝率は減少したものの現在も基準値を超えた値となっております。その結果を受け、中野市家の性能に調整を行う必要があると判断いたしました。で、今回は特に先導アイリスが高めの水準,水準となっており、まあ、顔修正 ないではなかったんですけどね。ギリギリまご意見ボックスにも同様の投稿をいただいております。登場して4月31日から8月2日から3日間とえー、っと8月15日から8月17日の直近3日間でひっかくすると勝率2%の下降が見られ、今後もその傾向はある程度続くと予想しております。なので、下方修正することはないでしょう。みたいな感じのことを最後に限ったいんじゃないですかね。わからないですけれども、まあ、とりあえずまあまあ割とね。俺もあのこの名前忘れた。アイリスの対策のキャラっての、ね、いっぱい動画出してたりするんでね。まあ、それで。 対策してる方であったり、まあ、特にこのね、一番最後の俺、この黒カが、あれ一番最後におらんかったっけまあ、とりドレス黒カが結構強い形になってる、なってるんで、まあ、持ってるって方はぜひとも練習とかしてみてはいかがでしょうかということで、まあ、この辺で率、勝率レポートの結果を終わりたいなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。